日本東京都西東京市、柳沢柳沢は東京都西東京市の町名。現行行政地名は柳沢1丁目から柳沢6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は202-0022。西東京市の南東部に位置する。北は西部新宿線を挟んで、宝谷町、東は東伏見、南は武蔵野市八幡町。 南西は新町、西は向江台町、北西は南町に隣接する。また、町域の北部を東西に、大梅街道が南端の武蔵野市との境界を五日市街道が、また東端は伏見通りと伏見稲荷通りが通る。また、大梅街道に沿うように、石寺川が流れる。町目ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は、 以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は、2016年1月1日の工事地価によれば、柳沢5から13から20の地点で26万2000円、平方メートルとなっている。明治以前には、武蔵区に新沢城法屋村及び上法屋日田村に、属していた旧法屋市地域である。 旧正寺名にちなむ。なお、町名の案として、柳町、柳沢町、川切町、柳沢南町が上がっていた。町域北端に、西部新宿線西部柳沢駅がある。地域内を、西部バスと関東バスが通っている。AB、平成22年東京特使町村町長、別報告。東京都、2018年1月22日閲覧。 AB 人口世帯数西東京市2018年1月15日閲覧 AB 郵便番号日本郵便2018年1月15日閲覧市外局番の一覧総務省2018年1月15日閲覧私立小中学校通学区域西東京市 2018年1月15日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、角川日本地名大辞典13、東京都 P1134 法野町広報第62号1964年7月30日。ありがとうございます。